2015年の9月、うん、自民党総裁選挙で安倍さんが再選した直後ね、GDP を600兆円に上げるという主張をするんですよ。これ政治家の主張だから。新三本のやつ。そうです。一つです、ね。GDP を600兆円ですね、それでね、その年の10月にね、麻生がね、経済諮問会議でね、総務省の統計委員会で具体的に改善方策の検討を早くしろと、経済情勢がお前らのやってる統計と合わなくなってるからと、こういう指摘をするんですよ。要するにこれは600兆という発言があって、総理の、それですぐ一月経ってその統計委員会の具体的な改善方法を考えろというのを副総理がするという、麻生さんがね、そしてね、翌年の2006年の3月にね、当時の総務大臣の高市、これがね、経済諮問会議でですね、突然ですよ、先ぶれもなく、政府統計の制度維持向上の仕組みという資料を出すんですよ。ほう、そんなことがあったのか。そして、統計改革の必要な必要性を訴えるんですよ、突然そこで。この時に安倍首相はですね、普段の統計の改善が必要だと、もっともらしいことを言うわけですよ。そういうことか、ことが始まると僕は睨んでるわけだ。あ、そうなの。そしてね、この3ヶ月後、2016年の6月に内閣府はね、経済財政諮問委員会にね、経済財政運営、改革の、基本方針というのでね、2016年のそのアメノ三本屋のその推進する基本方針は何かっていう、そういう資料を出すんですよ。これがね、600兆円経済へ向かってという題でね、サブタイトルがあって、その内容はね、オリンピックによる扶養ね、それから TPP による扶養、それから地方創生、これですよな、地方ね、いうものの中にね、面白いことが付記されてるんですよ、それは経済統計の改善っていうのが、あそこに1項目入ってるの、はい、一番最後に付記されてるんですね。あ、そうか、経済統計知ってるでしょ、はい、なんとなくずっとつながるでしょ、なるほど、そういう意識なのか。そして、その年の12月に例の規制改革担当と山本君、名前忘れたけど、山本、九州の空港からの山本幸三さんが経済諮問会議に人事にメンバーじゃないけど出席して、彼が統計改革の推進についてという資料を提示するんですよ。じゃあ規制改革だから できるでしょうね。なるほどね。あの規制改革の一環だから、統計を変えるのも。そこで政治主導で、統計改革を進めることが重要という言葉を明記してるんですよ。そして諮問委員会にある下部の研究機関がやね、それを受けていろんなペーパーを出す中で、新しい基準で、2020オリンピックの年ですな、2020年下半期か、あるいは2021年の上半期で GDP は600兆円となるという試案も出したんですよ。こういう背景があって統計の問題と統計の問題がそのいろいろと統計の仕方っていうのが自分レベルで混乱してきたんじゃないかというのが私の推測です。いや、だから森友問題があり家計問題があるわけで、いわゆる規制改革ということでだね、統計のやり方を変える、改ざんですよ。改ざんする、変えることも必要性がある部分があるかも分からんけど、政治的意図としては改ざんして、600兆円という GDP 向けての方向を出して、
そのためにその後、賃金ベースとかさまざまな問題が起こったんだ。ただね、非常に大事なことはね、この2015年から起こった安倍、第2次安倍政権から起こっている問題はね、2014年にね、憲法9条の解釈改憲があるわけよ。あ、これは閣議決定でして、これは東大の石川中間的自衛権を認めた、そう、中間的自衛権の容認という、これを東大の石川教授は憲法を、秩序を切断したクーデターだと言ってるんですよ。なるほど、クの始まりだと言ってるんですよ。でこれをね、他の新聞も、あの国会も取り上げないのはおかしいと思うけどね、そして翌年はね、憲法違反の安保法制の強行採決でしょ。それを反映させたわけですよね。そしてあの次の年が共謀大法でしょ、そして、次が憲法53条の少数者権利を崩壊させる、その自治会召集要求の無視した冒頭解散でしょ、そして次の年には冒頭解散、あの公文書の改ざん問題が露呈するわけでしょ。だからあの要するにね、それとクーデターですよ。要するにね、あの政治的クーデターはその、2014年から始まり、経済的クーデターってのは2015年から始まってるわけだ。僕はそういう意味で吉田さんの言う真っ赤さに言った話っていうのはぴったりだと思うんだよ。そういう歴史認識を背景にして、政党も調べなきゃいかんし、ジャーナリズムもね、とにかく今日の東京新聞と朝日新聞の社説を見たらね、国会の国会議員 の視点が足りないとかね、それからその役人をもっとあれもう本当のことに言わないかんっていう、要するに行政ベースでものを考えた社説を、朝日新聞東京新聞の僕の言った時系列のことを知らんはずないと思うね。なるほどね。それをね、そうだよ、今日初めてそういうような意図的にね、日本のメディアもね、NHK 含みね、問題の根本を避けてる。野党頑張らなきゃダメだ。でそのためにはね、やっぱりいろいろ考えはあろうけど、第一党の立憲民主党枝野代表がこれはクーデーター始まっとるとえらいことだと、自分がこれを、ま、あのその政権交代して収めるとまとめと直すという気概を持ってもらいたいということを本日は言いたかったから、雪の楽